ハード・ラッシュは2012年のアメリカ合衆国のクライムアクション映画。2008年のアイスランド映画レイキャビク・ロッテルダムのハリウッドリメイクでオリジナル作品に主演したバルタザール・コルマウクルが監督を務めている。出演はマーク・ウォールバーグとケイト・ベッキンセールなど。オリジナル作品ではアイスランドのレイキャビクにオランダのロッテルダムから密輸する物語だが、本作では米国に中米のパナマから密輸する設定に変更されている。ルイジアナ州のニューオリンズ、かつて裏社会に名を馳せた凄腕の運び屋だったクリスは足を洗い、妻ケイト、2人の息子と共に幸せな日々を過ごしていた。だが、ケイトの弟であるアンディが船でのコカインの密輸途中にアメリカ税関の手入れ捜査に遭い、証拠隠滅のためにコカインを海に捨ててしまう。アンディに密輸を依頼した犯罪組織はコカインの代金70万ドルを義理の兄のクリスに肩代わりするように脅す。ケイトの嘆願されたクリスは昔の仲間を呼び寄せてパナマからの船による5000万ドル分の偽札密輸を計画する。括弧内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、平均的な1月のアクションスリラーよりは面白いが、ハードラッシュのオリジナリティの欠如と不必要に入り組んだ、プロットを多めに見られるほどではない。であり、163件の評論のうち高評価は 52% に当たる84件で、平均点は10点満点中 5.42 点となっている。Metacriticによれば、38件の評論のうち、高評価は14件、賛否混在は20件、低評価は4件で、平均点は100点満点中51点となっている。ありがとうございます。